ちょっとずれてますけど、このまま始めさせていただきたいと思います。すみません、最後に、5分ほどお話しさせていただきます。私、次回のですね、ABC2012 スプリングの事務局長をさせていただいております、東京大学の石塚と申します。よろしくお願いいたします。ですね、皆さんメモの準備をぜひお願いしたいんですが、3月、24日、ちょうど1ヶ月後になります。土曜日に、ABC2012 スプリングを東京大学で開催いたします。で、実はですね、2011年の冬という形で、1月にです、去年の1月に、同じ場所でやったんですけど、今回もですね、同じように基調講演は東京大学の安田講堂を、使って行います。で、一般の講演の方は工学部2号館で、ちょっとですね、今回、バザールの方の会場を、広く取りまして、ちょっと今までですね、前回まで、バザールと ABC に参加された方は結構、息苦しいなみたいな、会場だったと思うんですけど、今回は結構広めに、バザール会場を取りましたので、ぜひご期待いただければと思います。で、テーマはみんなで作るアンドロイドという形で、東京大学と一緒に、日本アンドロイド会で、主催で作っていこうと思っています。で、現在ですね、全45セッション、今、講演をですね、我々実行委員の方で、いろいろと設計しておりまして、一応その基調講演の方が、アンドロイド会の会長の丸山先生で、基調講演の2本目といたしまして、総務省の谷脇様で、講演の予定企業という形でまだ完全にフィックスしてないですけど、このような形で今ですね、アンドロイドの業界を引っ張る企業の皆さんにですね、旬のネタを発表していただこうと思っています。で、バザール出展に関しましても、まだ完全に決まってないにしても40以上のですね、ブースをですね、設けて、広い会場で皆さんにですね、今の旬のアンドロイドのその開発の、デモンストレーションをですね、多くの企業さんから出展していただいて、見ていただこうと考えております。で、今回のですね、ABC の、新しい要素としましては、今までになかったこととして、今まではどうしてもですね、開発者の皆様ですとか、ビジネス、そこでこういろいろこう新しいビジネスを考えようという皆さん向けの発信をずっと ABC で行ってきたわけなんですけど、今回初めてですね、ユーザーさん向けのセッションですとか、その、ユーザーさんをうまくその牽引する、メディアの皆さんですね、Android のソフトウェアをいろいろ紹介されているライターの方々、そういった方々をお招きして、ユーザーの方々にもですね、この ABC の中で新しい Android の何かを見つけていただこうというセッションを設けております。そういった新しい試みがあって、今回は開発者、ビジネスされる方、ユーザーの方、こう3つのですね、種類の方々が、この ABC で楽しんでいただけるようなコンテンツを用意しておりますので、ちょっとずれてますが、近日ウェブサイトをオープンしまして、参加申し込みも同時に開催いたしますので、皆様のご参加を実行委員一同、心よりお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。